タリアー管の実験装置。1、真空ポンプ。2、放射線検出器三3、中性子。源の。4、超音波発生器。5、試験管と試験液。6、マイクロホン。7、光電子増倍管。8、重水素原子同士の衝突。8、R ヘリウムと中性子の生成。8ビット、見え水素と用語の生成左から右へ。 気泡の発生ゆっくりと膨張突然の急激な収縮報告された核融合現象バブル核融合は原子核融合の一種で超音波キャビテーションによって高温高圧下の気泡内で発生するとされるものである。2002年3月、アメリカ合衆国オークリッチ国立研究所のルーシー、タリアー・アカンラが科学雑誌サイエンスに論文を発表した。この論文によると、 重水素を含むアセトンに超音波を当てて、キャビテーションを発生させ、生成した細かな泡が壊れる時飛び出す、中性子を捉えたという。そして、高温高圧化で重水素同士の熱核融合が起きたものと報告した。しかしながら、同僚による実験で再現できなかったため、多くの専門家によって、掲載前から批判された。今なおこのグループ以外では、 再現できていない。ただ、東北大学の実験において、液体リチウムの超音波キャビテーションが700万ケルビン以上の高温高圧状態を作り出し各融合反応を大幅に促進することが確かめられている。これは、理論的に予見されていたリチウムによる各融合促進効果と超音波キャビテーションの複合と言える。ありがとうございます。